はい、どうもライです。今回ですね、ログインボーナスとか、初心者のミッションとか、あとトレマ報酬とかでゲットできた、チケットの方を引いていこうと思います。まあ、多分24、5枚あるんですけど、まあ、その中に、星4以上確定チケットとか、和の国のキャラ確定チケット3枚と、超すごいやつが3枚で、あと1枚は超厳選された超すごいやつのチケットが1枚、まあそんな感じのチケットがもろもろ入っているっていう感じですね。まあなので、まずは星4、確定チケット、まあ星4以上確定チケットですね、まあそちらを引いていこうかなと思います。まあこの星4以上確定チケットでは、星5のキャラが出れば、まあ、自分としては文句なしですね。うん。狙いは一応星5以上のキャラを狙っていくって感じですね。まあ、ということで、引いていきましょう。はい、ということで、まずはこの、こちらですね。こちらを引いていこうと思います。まず星5ですよね。星5が出れば文句ないですよ。さあ、赤。まあ、これで星6とか出るのかな？はい、角です。3体目、いただきました。まあ、ということで、続いて引いていきましょう。さあ、どれ、あ、やべ。あれ、今、なんだった？なんか、え？なんか今、なんか書いてなかった？これ大丈夫？なんだ？なんか書いてあったけど。まあ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 。星4。星5。お！これは星5じゃない？多分。さあ、シャーロット・ガレット、星5です。いや、これは結構嬉しいですね。やっぱ星5出ることは嬉しいんですけど。お！必殺技としては、一人選択したキャラ、一体、必殺技ターン短縮っていうのは、結構使えそうですね。まあ、決戦とか、まあ、なんかイベントとかでも、結構使っていきそうなキャラになっておりますね。まあ、これは結構嬉しいですね。うん。まあ、続いて、引いていきますよ。で、先ほどのやつ、これですね。ああ、はいはいはい。ああ、なるほどね。レア4以上確定ですよっていうのが書いてあることですね。いや、さっきの、なんか、ね、限定のキャラのやつかなと思ったんですけど。さあ次、行きましょう。頼むよ。はいはいはい。金ね。星5！おーい、クザン。青生地ですね。まあ、青生地もね、あ、でも必殺技良くない？これ。30万ダメージ固定。いや、この固定ダメージ系は結構いろんなとこで使えるので、うん。このクザンは結構使えそうですね。さあ続いていきますよ。これですね。あ、同じやつですね、さっきと。さあ行きましょう。さあ何来る？あー、金か。まあ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 。星5！あ！でへへ！ねえねえ、ドフィー！ってやつですね。いやいやいや、トレーボルですね。どうですか？星4ですね。さあ4枚目引いていきましょう。さあ頼むぞ。星5。星5来い。来い！あー、やっぱり超すごいやつは出ないのかな？お！嘘 8！ これは嬉しい。あれ？待って、この嘘8って、強い嘘8じゃないですよね。え？強いやつですかね？結構、嘘8といえばキャラみたいなやつがいるんですけど、嘘8だったら結構嬉しいですね、これ。まあ、あと、ウソップってのがいいですね。うん。ウソップのキャラめっちゃ欲しかったので、まあ、自分としては結構、この今の嘘8は良かったですね。さあ、続いてこちら。引いていきますか。同じやつですね。うん。あ、これ、あれですね。トレジャーマップの報酬ですね。まあ、トレジャーマップも今回結構頑張ったので、うん。結構チケットは最後まで、手に入れたって感じですね。さあ行きましょう。はい。白ひげ。白ひげだ。多分。白ひげのキャラです。自分、白ひげのキャラ、全然覚えてなくない？いや、白ひげの結構印象深いんですけど、その部下たちの名前とか全然覚えてないんですよ。さあ、次。ああ、まあまあまあ、星5ね。あ、星5じゃない、金ね。あ、シフォン。シフォンだ。いや、このシフォンの登場シーンの時、あれ？ローラじゃない？って思ったけど、まあ、それでね、昔の、そのスリラーバーグ編の時の、ローラとの出会いの話とか結構、あれですね、蘇りましたね。まあ、今後このシフォンとローラが会うシーンとかも、見たいですね。ちょっと会うのかな。いや、どういう反応するのかってのも見たいですよね。さあ、次は、これですね。行きましょう。
来い。あー、まあ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 、星5。これは多分白ひげか。うん、名前全然出てこないけど白ひげだと思う。でも名前出てこないキャラは大体白ひげのキャラですね。さあどんどん引きますよ。さあ星4確定ですよ。これは星4以上確定ですね。来い、頼む。はい、コンゾラ持ってます。いや、持ってないキャラが出れば正直いいですね。うん、持ってないキャラでもいいから出てほしい。さあ来い、頼むぞ。持ってないキャラ、とりあえず持ってないキャラいきましょう。いいね、いいね。ボンクレとイワンコフ、いや、この時あれですね、ガンバウェイ麦ちゃん。いや、似てない声真似してすみません。さっきのトレーボールも謝ります。さあ次行きましょう、頼むぞ。もちろん来い。よし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 、これ多分銀はないのかな。あ、これはですね、昔のっていうか、一番最初にゲットできるルフィを進化させたらこのルフィなんですよね。まあでもこのルフィは超進化とかがあるので、まあまあまあ悪くないかな。うん、いらんな。さあ次行きましょう。いや、結構チケットありますね。うん、25枚ぐらいだったかな全部で。まあなので結構まああるんですよね。星5来い、星5、頼む、来い。あ、またウソ8。このウソ8は嬉しい、ウソ8は嬉しい。さあ次行きますか。星4、結構まだあるね。うん、引こう引こう。さあこれもトレジャーマップの報酬のやつですね。来い来い、いいね、金。星5。ババリア、なんだっけ、シリアンか、シリアン、ごめんなさい、シシリアンね。ババリアンって何よってね。さあ行きましょう。来い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 。お、金エモンですね。いいよいいよ。金エモン結局一体持ってなかったので、さあ次引いていきますか。これですね、これもトレジャーマップの報酬。さあ頼む、そろそろ星5が見たいぞ。星5。おお、え、待って、あれあれ、このジャック、あれこれ強いやつですか。あれ待って、これ強いジャックか。ちょっと待てよ、一回あれ、ちょっと見てみてもいいですか。すいません、あ、進化できないので違います。まあ、結構ジャックは良かったですね。まあ、続いていきますか。ほい。まあ、また俺、ジャックみたいなキャラが出るのもありですね。星5の。さあ、ほい。はい、持ってます。シーザー、ホールケーキアイランドで、こう、分かれてしまったんですけど、いや、正直、シーザー全然ついてきても良かった感はありますよね。最初はちょっとやばいやつだったんですけど、なんか最終的にちょっとかわいそうなキャラになってたので、まあ、シーザーはね、今後また出てきても結構面白いかなとは思いますね。さあ次、これはあれですね、またトレジャーマップの報酬のやつですね。来い来い来い。ウソップンいただきました。さあ次行きましょう。ウソップンいただきたところで行きましょう。さあ頼むぞ。星5。あー、このサボは前回当てましたと。これ最後の星4以上確定チケットのやつですね。さあ最後頼む、星5出ちゃってくださいよ。来い来い、ルチー。まあ、ということで、星4以上確定チケットの方は全部回し終わりまして、まあ、残ってるのが和の国、確定チケット3枚と、超すごいやつ、3枚と超厳選された超すごいやつ1枚という感じですね。まあ、なので最初に、まあ、和の国確定の方引いていこうかなと思います。さあ引いていきましょう。お、ラインナップ出てますね。まあ、一応超すごいやつはおそばマスク、ルフィ太郎&ゾロ十郎でカイドウ、小紫と、おなみという感じですね。さあ頼むぞ。この中で1体でも出れば正直めちゃくちゃいいですね。まあ、多分赤い手配書が来れば多分中の確定ですね。いやー、いいか、変われ。あー、来ないか。
お、いいね。でもおきくはいいですね。おきく、かわいい。でも男なんですよね、確か。あれ、おきくって男なんですよね、結局。あれで男か。さあ、次。頼む。超すごいやつ来い。来い。あー。変われ。変われ。おーっと。でも、これはいいですね。一切りかまぞ。あれだったんですよね。キラーだったんですよね。うん。まあ、最初自分は伝次郎だっけ、伝次郎だと思ったんですよ。髪型とか、まあなんか、ね、体つきとか、なんかめっちゃ伝次郎に似てたんで、絶対伝次郎だと。で、今後仲間になるんだと思ってたら、まさかのキラーっていうね。ここ結構衝撃的だったと思います。さあ、ラスト1枚ですね。引いていきましょう。まず確定が来てほしい。確定っていうか、ね、赤手配所が来てほしい。赤手配所。あー、来ないか。さあ、来い。おーっと、ん、あれ、このキング、あれ強いやつ、あれ、いや違う、ん、違うよね、あれ、これめっちゃ強いキングですだっけ。ちょっと見させていただきます。あー、進化できないなら違います。さあ、ということで残りが超すごいやつ3枚と超厳選された超すごいやつということで、まあ超すごいやつの方、まず引いていこうかなと思います。さあ、いいね、赤。まあ超すごいやつ確定なので、来い。なんかやばいやつ。おっと、いいね、ボアハンコックはいいよ。いや、この美しさよね、ボアハンコックは。やっぱり女帝ですからね。いや、この美貌はやっぱすごいですね。うん、当初ね、めっちゃ綺麗でしたからね。また今後出てくるんですかね。うちは今なんか七部会もう解任されてね、結構もう普通の海賊扱いされてますので、どうなんですかね。今後また出てくれると嬉しいですけど、まあ引いていきますよ。次、超すごいやつね。頼む、超すごいやつ。でもとりあえず超すごいやつは被らなければ嬉しい、とりあえずね。さあ、赤、赤で配置きましたよ。来い来い。くー、フジトラ、フジトラですね。これ名言ですよ、ここで。いや、このフジトラは強そうじゃないですか。どうなんですかね。さあ、次、ラスト、超すごいやつラストですよ。いや、頼む、めっちゃすごいやつ来い。めっちゃすごいやつってなんだ、めっちゃすごいやつ来い。とりあえず行こう、頼む、来い。すごいやつ来い、すごいやつ。さあ、さあ頼む、来い。なんかやばいやつ来い。うえ、待って、え、待って、あれ、ちょ待って、このキャロットやばいやつじゃない。え、待って、え、待って、このキャロットやばいやつでしょ。ちょっと見させていただきます。ほら、待って、超進化できる。来た、これ来た。え、これやばいやつですよね、これ強いキャロットですよね。うわ、キャロットめっちゃ欲しかった。これは嬉しい、今のチケットの中で一番嬉しい。やった、これは満足ですね。まあ、ということでね、大興奮の超すごいやつチケットだったんですけど、ラストは超厳選された超すごいやつです。さあ、厳選されてるのはこの4体ですね。ルフィ太郎&ゾロ十郎で、おそばマスクで、カイドウ、ルフィ&ローという感じですね。で、自分、ルフィ&ローはもう持ってるので、まあ、できればルフィ&ロー以外で、一番欲しいのはカイドウですね。やっぱカイドウは集会の時にめっちゃ便利なんですよ。まあ、なのでカイドウが一番欲しい。で、2番目がおそばマスクで、3番目がルフィ太郎&ゾロジュローで、4体目はルフィ&ローなんですけども、ルフィ&ローは出ないでほしい。本当に頼むから、頼むから。いや、本当にこれもう本当にあれですかね、フラグとかじゃないですかね。本当にやめてくださいよ。まあ、とりあえずカイドウが当たったらマジで嬉しい。ということで引いていきましょう。頼むぞ、本当に頼む、頼む、カイドウ頼む、カイドウ、来い、カイドウ。さあ、回しちゃいました。頼む、カイドウ。秘策だと言ったよな、今
やる。